はい、皆さんこんにちは、柴崎です。お元気ですか？今回は、樹木のね、描き方をやってみようと思ってます。実はこの樹木の描き方は、以前ね、私、この YouTube にアップしてあります。これですよね。これは私がこの YouTube に投稿を始めた頃に作った、ビデオなんですけども、実は大変好評をね、いただきまして、今もたくさんの方が再生して見てくれてるんですね。ということはやはり皆さん、この木の描き方ね、大変こう興味があるんだなってことが私もよくわかりました。そこで今回はこの以前投稿してあるこの木の描き方を少し進歩させて、もう少し複雑な木の描き方を今日やってみようと思ってます。例えばこんな木ですね。形もね、ちょっとデコボコ不定形だったり、それから、葉っぱの塊がね、こう飛び出ていたりね、そんな感じの木をやってみます。はい、では早速ね、見てくださいね。はい、ではね、早速やってみましょう。以前、アップした、樹木の考え方はこうでしたね。まず半円球の塊がある。そして、そこに幹があって、太陽光線が当たるとこうやって日陰がつくんでしたよね。こうでした。さらにもっと暗い影の部分がこちらの方にこうついてくる。こういう捉え方だったんですね。で、これがもうもちろん一番大切な考えですよね。まあ、木のね、木なんか描く方、なんかこう、とても細い筆で、てん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 とこうやってね、葉っぱなんかを描いていく人、まあ結構多いと思うんですけども、やっぱりそれ以前に木全体の存在感ですよね。大きな立体との存在感をまず認識するということはとても大事です。ですから、このようなもう大きな半円球ですね。それに光が当たって、日向と影がどうできるんだという考えで木を描くんだというお話でしたね。今日はこの考えをもとに、もう少しこれを進化させてみたいと思います。で、まあ、実際の樹木、遠くから見ればね、こう見えるかわかんないんですけれども、近くに寄ってるともう少しデコボコしてるかもわかりませんね。デコボコして、いくつかの葉っぱの塊があるだろうと思います。では、それをこっちやってみますね。例えば、こう葉っぱの塊がこう一個ある。もう一個ぐらい、例えば、あったり、ちょっと小さめの葉っぱの塊もあるかもわかんない。ですね。このようにこう、いくつかのグループに葉っぱが分かれているかもわかんないんですよね。そして、ここに、じゃあ、どうしようかな。今日はこっちから光当てようかな。光が当たると、例えばこう日陰ですよね。こう日陰。と日陰、どんどん暗くなる。でもこれがもし手前だったら、ここだけこう、残るんだよね。こう日向だから。これもこう日陰でしょうか。こうかな。太陽って結構上から来てますか。主に下の方が日陰なんですけどね。これなんかも小さいなりに日陰ですよね。だからこれと同じ考えがこう、今回は大きい、中間、小さいっていうね、まあ3つあるという考えです。だけどもこれでは木は描けないんですね。なぜかというと、今ここで示してあるこの木は、この手前が見える現象として書いてあるんですけども、本当はこの木は、まあ何て言いますかね、円を半分に切ったもんですから、球を半分に切ったもんですから、向こう側にこうやって、下の面があるわけですね。まあ言ってみれば、こういう風な下の面があって、その上にこうなってるんですよね。だから、今はこう手前のこれが見えてますけども、本当は奥の向こうもあるわけです。それと同じように、このように間を透かしてしまうと、向こう側にある木が見えるんですね。
向こう側の歩き、どうしようかな。じゃあ例えば、じゃ向こう側に、じゃ こんな木の葉っぱの塊としましょう。ここら辺どうしようかな。じゃあここでも、この葉っぱですね。なんか、そんな木の葉っぱがあります。で、でもこの向こう側のは、見る私たちから見ると、ほとんどね、日陰に見えるんですよ。だからこれはね、全部こうです。こんなになって。こんなになって見えたりします。これは実際ね、まあ、例えばこれにもこう日陰があってもいいですよ。向こう側の葉っぱですから。例えばこれにあってもいいです。まあ、どこって限らないんだけども、つまり、こっち側に見える、これと同じ現象ですね。こっち側に見える葉っぱの塊と同時に、向こう側に、ね、向こう側に見える葉っぱの塊があるんだ。という、この考えが大切なんですね。そして、そこに幹が通っていて、向こう側の葉っぱにも枝がいってるかもない。もちろん、こっち側の、葉っぱにもきっと枝が来てますよね。そう、いろいろな方向に枝がこう行って、この葉、それぞれの葉っぱを繋いでるわけです。こういう考えですね。ほら、これをちょっと進歩したでしょ？ではね、この考え方で今から、実際ね、絵の具で描いてみますので、見てくださいね。まず、そうですね、強い日向なので、明るいグリーンからです。ここで、ちょっとこうイエローとかですね、イエローかを混ぜるとさらに日向のような感じになります。でこれをたっぷり筆につけてきて、まあ、イメージですね、この辺に、まあ、分からない方は少し鉛筆でこう書いてもいいんですけども、それを少しこうドライブラシの感じ、筆を寝かしてドライブラシのようにすると、これでも葉っぱの雰囲気見えてきます。こうですね。でもこれがそう書きながらも、これが塊なんだなと思う気持ちが大事ですね。こうでしょうか。そしてまたちょっと色の配合を変えたりするといいかなと思いますけども、ここら辺ですね、少し不定形にしましょうね。こうやってこうやりながらどこどこ色を変えるですね。もっと面白くなります。こうやって不定形しましょうね。不定形するとね、余計本物っぽく見えてきます。こんなんかな。ね。じゃあちょっと色の配合を変えて、ここにこう、加えながら描くといいですね。じゃあこっちのちょっと小さく描きましょうかね。こんな感じ。このドライブラシが面白いんだよね。こうでしょうかね。はい。またこうちょっと加えてもいいですかって。また途中加えるといいんだよね。変化飛んできて。このくらい。はい。じゃ、ここで、そうですね。ウェットイウェットで。今度はこれの立体の日陰の目、これの立体の日陰の目を描きますので、少し乾かしましょう。そしたら、ここに、ここに日陰あるんですよね。これの、ここに日陰ある。で、これの、ここに日陰あるという意味ですね。これの、ここにちょっと日陰あるという感じです。日陰は、その固有色の暗くて冷たい色ですので、まあ、グリーンであれば、このビリジャンですね。ビリジャンを溶いていきます。そして、もっとこれを強い暗く冷たくしたい場合には、ここにあるプルシャンブルーを加えます。とっても暗くて冷たい色になります。まあ、こんな非常にピュアな暗くて冷たいグリーンでいいんですけども、まあ、もうちょっと少しリアルな感じにしたかったら、アンバーの色なんかもちょっと加えてもいいかもわかりません。そして、これがこう日陰になってるわけですよね。ここ日陰です。はい。筆を倒すようにして、で、ここの今日陰を描くんですけども、これを描きながら、実はこれが日向なんですね。だからそこのところ残すようにしながら、こう塗るといいかと思います。で少しですね、ここでこう叩くようにして、境目をちょっと曖昧にします。
のくらいかな。ですね。これあくまでも遠くの要素なので、少し日陰も、まあ、あまり強く描きすぎないっていうんですね。こうです。そして、ここの段階で、ここに通ってる木の幹をイメージして、日陰に見える枝をですね、何本かこのように描き取っておきます。で、これが後で、ね、役立つんですね。では今度はこれの日陰です。さっきと同じですね。ビリーちゃんとプルシャンブルーとアンバーを少し入れて、あとこれが日陰ですよね。こんな叩いてもですね、叩きながら変化をつけましょう。手前ほど、まあ、ちょっと変化が強いわけですね。色を少しずつ変えてもいいです。どうでしょうかね。このくらいわかりやすく。うん。こうかな。この境目もちょっとこう水をつけてこう弱くしてみたりするともっとリアルな感じに見えます。このくらい。こうですね。これで、この葉っぱの立体が見えてきます。もちろんここのとこもちょっとこうね、少し引っかいてても面白いんだよね。このやってみるんです。ほら、二つこう丸一個出てきたでしょ？ではこっちも同じようにやってみましょう。そうですね。これは日陰ちょっとぐらいでしょうかね。あんまりたくさんやんないしましょうか。で、この、みんな同じ風にならない方がいいですね。ちょっとだけです。ちょっとこうやって日陰を少し作りましょう。このくらいかな。まあこれはもちろん描くあなたのイメージなんですね。だから何とも言えません。このくらい。こうかな。はい。じゃあ見えてきましたよ。そしたら今度はさらにその向こうの方にある日陰だけの葉っぱを描きます。はい。これ日陰だけの葉っぱですので、先ほどと同じビリーちゃんとプルシャンブルーを主に加えます。少しこう、ここに紫のような色を、ミネルバイエットみたいな色を加えてもいいんですけども、ですね。それで、ここですね。日陰だけの葉っぱです。ガチャガチャガチャとこうですね。まあ形が同じにならない方がいいんだけども、こう、日向の葉っぱがあったらちょっとこう残して塗ってあげるといいよね。この葉っぱが手前に見えてきますので、この辺塗ってもいいです。まあ、そこにあるものを生かしながら描いていくっていうふうになります。ここもですね、こう残すとこの葉っぱが手前に見えてきます。どうでしょうか。こんなもんかな。で、これは、ここは、あくまでも全部日陰の葉っぱですから、このように複雑にしてはいけないんですね。もう、単純化です。ですね。はい。で、ここも、その向こうの方にある葉っぱという。ですね、ここを残してこのくらいかな、ね、こうやって書いておきましょうか。こうかな。そしてこれが向こうの方に見えればいいんですね。そしたらそうですな、まあこう、まあ、幹をどこに書くか、まあ、イメージなんですけど、そこに幹があったらこうこのように描いててもいいと思います。例えばですね。さあ、これでいくつか組み立てができました。では、ここに、幹を描きます。バントアンバー、まあ。バントアンバーだけだとね、ちょっとあんまり本物っぽく見えないので、何か他の色です。例えば、イエローグレーとかですね。あれは、コバルトグリーンとかですね、何か少しこう加えられるともっとなんか自然な木の色になるかと思います。そしてここに通っていく大きな木の幹の形をイメージします。ここは大事ですね。このくらいでしょうか。そして
ここに向かう枝のイメージですね。これがこう出てきて、これにこう見えるかなとですね、何かここに主な枝がこう見えてくるかなとか、そんなイメージでいくとこう繋がっていきます。もちろんここも引っかいてありますので、ここに繋げてあげるといいですね。こうやってこう見えるでしょうか。ここからまた枝分かれして、こんな風に出てきてもいいんですよ。もちろんこれ全然イメージですね、あなたもね。ここに僕今引っかいてありますので、じゃあここから少し細い枝をこのように繋げましょうか。こうかな。どうしよう。こんな感じ、こんな感じ。もうこれは、もう そういう雰囲気でこう描くと、どんどんそういう雰囲気に見えてきますので、楽しくですね。たくさん枝先をこうやって分けていきます。でもこの木の幹の枝はですね、この明るい日向にはあまり見えないんですね。これ日陰のところに見えますので、そこだけ描くようにしましょう。そしたらこう描いたら、この幹にも影を落とします。アンバーに、まあ、プルシャンブルーかウルトラマリンかですね、そのような寒色の色を加えて、十分暗くて冷たい色にして、そして、ここに塗り加えます。これをしっかりやってあげると、幹にもちゃんと日向日陰が見えてきます。そして、もっともっと本物っぽくですね、見えるんですね。日陰のところに幹や枝を描きます。これが結構大事なんですね。この枝やあの葉っぱでですね、どこまでが日陰なんだろうというイメージを持ちましょう。この感じですか？こうはっきり描いてあげると、ね、こう日向が見えてくるというお話です。ほら、違うでしょ？もちろん、この上の方も、ここの葉っぱの塊によって、ここは光かわかんないですもんね。こうやって光かわかんないです。まあ、これは、ね、そのようにこう割り切って描くことが必要ですね。このようにして、先端の枝分かれしたところを、これそれなりに描くと、やっぱりすごく本物っぽく見えてくるんですね。こんな日陰のところには幹や枝が見えるんでしたよね。それから、このような空間のところですね。空間のところにも、たくさん幹や枝をこう、加えていってあげると、もっといいかと思います。さあ、どうでしょう。ね、大きな木の塊の空間と同時に、葉っぱの雰囲気、幹の雰囲気を描くことができます。ね、木がね、いろいろ描けると楽しいと思います。ぜひ、あなたもね、試してみてください。今日のこのね、木の描き方が、なんかためになったな、と思われる方は、評価と、そして、チャンネル登録もね、合わせてお願いします。今回も、最後まで見てくれて、本当にありがとうございました。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。